い。みんなに後押しされて引いたっていうことになるから。うん。じゃあ江戸も狙ってやっていきましょうか。10連です。行きましょう。江戸門が来たら感謝。違う、びっくりした。あー、びっくりした。今のそうなんだよ、いつ引いても構わないからもういい。キャスギル出まくったらそれはそれでびっくりするよね。あー、マジでアベンジャー、金のアベンジャーが出てきてくれたら。違う違う、それじゃない、それじゃない、あの星4連装のそれじゃない。初心者はどちらかっていうと水着の方がいいかなと思ってるけど、いやー、缶詰以下全部埋めるよ。その缶詰、リンゴ回収っていう意味で1回だけクリアしておく。その後はあの全部あれかな、下っ側の一番難しいところをガン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 周回していくっていう感じかな。あキャスギルかと思って孔明出た、笑うわ。ありがとう、概念レースありがとう。ただ俺概念レースしか見てないんだよな。あーいいねいいね。まあ3,4回収だね。あと5が1枚欲しいかなぐらいか。あ、これまた星4概念レースだな。うわ、なんかすごいさっきでの引きのなんかすごい、バックがすごい今回のイベントは相当めんどくさいよね。来ないね。スカリーが出ない。ジャンの 80K がきついな。ははは、ひどひどいや、これはひどいな。次、概念連想しか見てないと思ったら、これ概念連想しか見てねえや。そりゃそれは概念連想しか出てないから概念連想しか見ないわ。サーヴァント出てきてくれても俺は正直いいと思ってるんだけどな。ということで20連目いきます。無課金だった場合どれぐらい引くかっていうことにもあるよね。直樹さんチャンネル登録ありがとうございます。エドモン20連で2枚来ていいね。ジャンヌの副産物で玉もいいね。ジャンヌの副産物で玉もとかだった場合アーツとか結構いいよね。初手霊装はわかる。初手霊装は気持ちいい、んってなるよね。え、狙いは変えてないです。なんかみんながガチャ引けって言ったんでリチャードさんチャンネル登録ありがとうございます。いやー、無課金だったら50連ぐらいやっぱ欲しいなっていうところありそう。来ないかなオーリナーはヒロイン X なんじゃないかな。工夫に折れた耐久ができて短期でも使えるっていう、まあ、バーサーカーなのに短期が頭おかしいぐらいにできる超強いサーバントっていう感じかな。アーチャー来たと思ったエミア。今回金サバは割と出てるって感じだね。課金してから出なくなった。虹からの孔明は複雑だね。ふふ、来ない。来ないよ。ゼニさんチャンネル登録ありがとうございます。おお、そっちじゃない。まあいいか。エドモン多分スキル上げしてたらできると思うけどね。あ、チャンネル登録ありがとうございます。なんかさっきもなんか同じような感じがするな。うん、スカだね。はい、ということで30連目いきまーす。まあさすがに、もうそろそろ、あと何回だ？そうだね、うん。行こう。エドモンはアベンジャーだからどうなんだろうな。金でポンって来てくれたら結構あれだけど。まあ、イベント連想は多分コンプするんじゃないかなって思ってるけどね。ジャンヌ引いた後、
ジャンヌ引いたらジャンヌ引けました。おめでとう。最強の自分。アベンジャー。アベンジャーを意識して、クハハハってか言っとけば多分出てくれるはず。出ないかな。俺を呼んだかとか言ったら来ないかな。一瞬止まったりとかするとさ、期待するけど絶対ないよね。ジャンヌは普通にいいと思うよ。は？ああ、ああ、ああギルガメッシュね。ありがとうありがとう。うん、一瞬キャスターって誰がいたかなと思ったけど、そうだ、キャスギルがいたね。ああ、オッケーオッケーオッケー。佐藤さんチャンネル登録ありがとうございます。違うかったな、もうちょっと声間にしとけばワンチャン、ワンチャンも、うん、来てたかもしれない。いや、金様がいきなり来た時にね、はってなるんだよ。はってなって、てん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 。あ、キャスターのピックってギルガメッシュいたな。ああ、そりゃそうだってなるんだよ。ジャンヌ・ダルクさん、チャンネル登録ありがとうございます。俺を呼んだなとか言ったら来ないかな。ああ、これまたロビンだ。レンチさん、チャンネル登録ありがとうございます。今、岩窟引いてます。キャスギルはレイ来るね。虹来てくれたらまあ嬉しいよね。なんか笑ってたらそっちじゃない方が来たな。まあ確かに両方とも高笑いするけどさ。やっぱ声真似のクオリティか。やっぱクオリティがダメなんだよな。頑張って裏で練習しよう。ああ、ギルガメッシュ、ありがとうございます。お願いします。白ジャンヌすり抜けた。なんと虹のすり抜けは本当にやばいよね。虹も信用できない。来るなと思ったら、いや来るなと思ったらダメでしょう。多分来るなと思ったら本当に来ない。俺 FGO って本当ツンデレだと思うんだよね。あの、なんか当たったらいいなっていう感じで引くんだったらありなんだけど、なんか当てたいとか、いや別にいらない、来るなって思ったら来ないんだよね。絶対。絶対そうだからね。あー、マフィアさんの宗教はやったことはない。あ、やったことはあるか。やったことあるけど出なかったんだよね。あ、確かに今水着ジャンル狙ってっていうのが違うな。岩窟を狙ったっていう感じか。来ないかな、二次演出。いやけど声に出そう、俺は。エドモンが来てほしい。マジで、エドモンが出てきてくれたら本当に育成する。本当にすぐに育成して、もう、レベル90には速攻する。初見さんいらっしゃい。二次回転でピックされてないけど。あー、うん、あるある。二次回転はやっぱ期待するよね。わがままな子や。物欲センサーの鮮度、精度やばいよね。水着系のジャン、まあそうだね。水着ジャンの人権ないの？俺は分かんないけど。来ないか。うん、来ない。予備フリーただジャンヌ出た。おめでとう。新茶は今ね、レベル80か70ぐらいで眠ってます。多分。はははは。これ、一番最悪のパターンじゃないかな。わあ。ひどい。何年引いた？ 40 連引いたか。40連引いて、こんな感じです。ラスト最後だけ引くか。とりあえずこれで出なかったら、まあ、撤退します。ピックアップ3もあるからね、正直。2日目最終日まで行ったんですけど、あ、それはね、ポイントが足りてな、ちょっとその冷蔵に、あの、ポイントが足りてないと、あの、2日目とか行っても確か出ないはず。わあ、わ、俺が最近、ちょっと嫌ってるガンドの冷蔵だ。これが出ると、サーバントが出ないっていう勝手に、なんか思ってるんだけど、気のせいかな。
金失えば出るかな、失神しないかな。パタッつって BB が全てを解決してくれる。最後の10連3回だけスマホ下に向けてジャンで出てたからおめでとう。どうだろうな、ガンクツな、来てくれたらほんとね、ギルガメッシュとかオジマンと並べてさ、あのほんとにうるさいパーティーっていうのをさ作りたいんだけどさ。最終的にそれを作るのが目標なんだよね。タイトルのやつ、やけど変えんのめんどくせえな、もう。え、どっか。ガンクツを、と。男の方の星5概念冷凍はまだ出てないね。出てきてほしいんだけどね。せめてそれがゲットできないと、うーんっていうのがある。ジャンヌ・オルタはストーリー進めていけば確か出ます。ゲットできるか。援護射撃出ると。ああ、援護射撃も確かにヤバそうだな。ジャンヌ引きに行ったのにすり抜け孔明なんと。ああ、スキップ強はね、俺もあると思う。単発スキップは割と出る気がするって勝手に思ってる。今ガチャ引いてます。ニジェンス来ないか。ワンちゃん金のやつがキラッて見えたらいいんだけどね。アベンジャーのあの字もないからな。まあ、ホッサンですらアベンジャー出ないからね。F さんチャンネル登録ありがとうございますっていうのと、終了。はい。ということで、とりあえず50連まあ追加で引いたんですが、キャスギルが1体のみっていう感じでしたね。追加。こっからだね。こっから、と、なんか、違う。もうこの概念レースはいらない。こっからと多分ここら辺からかな。あ、ここか。優雅たれら辺からかな。多分。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。Twitter や生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあ、バイバイ。